ばんは。こんばんは。夏は反応してないんで、一度クリスタ立ち直しておきます。In my head.
こんばんは。こんばんは。Drags me down, I need to forget everything inside me now.
こんばんは。
Thank you.
すいません、少しだけリスケします。すいません、戻りました。
キ。If you feel like I do right now
Thank you.
サマテクポイントは発散、ありがとう。使い道なくて申し訳ない。
チャンネルポイントってチャンネル主側で何か設定できるんですか？わかんないけど、あれでとか、スタンプとか？ごめん、僕もあんまりその辺の仕様詳しくないんよね。用途を作れるんじゃない？わかんないけど。何？チャンネルポイントとかに関しては、そもそも、なんだろう。教えてもらうまで存在自体知らなかったからね。Ready to
すいません、お腹空いたんで軽く何か食べてきます。多分まあ15分ぐらいで戻ってくると思うので、ちょっと離席します。
すいません戻りました。ただいまです。ダンブローザッツクール AF センキュー。
こんばんは。久々に来れた？あれ？時間とかですかね。良ければゆっくりしていってください。まだ多分もうちょい書いてると思うので。
社会人って忙しいですね。お疲れ様です。忙しいよね。まあ僕も社会人とは違うかな。まあでもそれに近いことちょっとしてたよ。社会人っていうか、まあ絵とはまたちょっと違うことをしてて、かつなんか自分依存じゃないから、なんて言うんだろうね、難しかったよ、いろいろ。やっぱ人と関わりの出る仕事は難しいよね。だから今ちょっととりあえず自分の絵を描かせてくれってターン入ってる。自分の絵を描かせてくれよ、みーちゃん。どうした？もしかして営業ですか？あ、いや、ん？僕の話？いや、営業ではないね。営業ではないんだけど、どっちかっていうとディレクションに近いかな。なんかディレクションしてて、あ、ここもう自分でやった方が早いよねみたいなところを自分でやっててやったりとかしてたから、本当に最近絵描いてなかったんだよ。使ってた、なんだろう、ロゴとかそっちのデザインワークに近かったから。でもディレクションとかも楽しかったよ。なんか単純に絵を描くのとは違うストレスがあるけど、やっぱ自分一人じゃできないことできるからね。配信を見ながら久々にペンを握ってる幸せだ。お疲れ様です。絵描きましょう。
いや、全く構図浮かばないです。構図ね。僕も苦手だから何とも言えないけど。てか、そもそも僕のように構図も何もあったもんじゃない気もするけど。僕はもう本当に思い浮かばないときはひたすら書いてるかな。か、もう諦めて構図とかじゃなくてキャラデするとか。キャラデだったらね、ぼったちでいいし。まあ、スタンプでしか書けないや いいんじゃないですか？え、書きたいように書こう。バスタップもバスタップで楽しいよね。バスタップってさ、顔とかがすごく、その目につくから、それはそれで難しかったりしますしね。顔とはごまかせないもんね、バスタップだと。多分さ、これぐらい等身とか引いてみれる絵だったら、顔ってなんか多少あれでも大丈夫なんだよね、多分。多分評価されるのがそこじゃなくなるから、でもバストアップとかだと、だってこうでしょ。顔可愛くなかったらね、ん？ってなっちゃうから。バストアップはバストアップで難しいよね。でもバストアップが楽しいっていうのもちょっとわかるよ。の伝統が死んだ？それは変えて。むしろ、ていうかもう9時か。まだ外が薄明るいんだと思ってた。表情数パターン描くの楽しい。ああ、そうだね。日短くなったね。表情は僕はいつも悩むからあんま好きじゃないな。多分、配信見てた方にはもうバレてるけど、ね。この表情にこれどんだけ描き直したか。でも夜さ、気持ち涼しくなってきたよね。なんかちょっと過ごしやすくなったなって思ったよ。この間、通った時。今日の夕方とかはまだちょっと暑いなって思ったけど。でもまだ気温がまだ激アツ確認してる。どうやら15以降が涼しくなるし、あ、そうなんだ。あれか、本当に日中はまだ暑いって感じ？ 15 以降、来週とかにはじゃあ涼しくなってるんかな、ちょっと。
だったら嬉しいね。夏が終わるな。明日とかも日中まで暑い？33度やってられんな。明日展示会行って打ち合わせ行こうと思ったのに。ジュニアターン。30度超えが当たり前になってなるなってなるなって誰が想像できた。しっかりして引くさ欲しい。もうタクシー使おう。なんかね、もう行きはタクシーですね。でもなんかなんとなく帰り歩いて帰ってくる方多いんですよね。わかんないけど、嘘かもしれん。普通にタクシー乗ってるかも。やっぱりした日傘買ったんだけど、未だ使われず。田舎だとタクシーバカ高くなりますが、都心とかだと結構安いですか？どうだろう。別に安いのかな。この間恵比寿行った時タクシー乗ったんだけど、20分ぐらいで2000円ぐらいだった気がする。タクシーでもそれぐらいなイメージあるけど違うのかな。それが高いか安いかは僕には分かんない。向こう田舎出身なんで、それぐらいなのかなって思ってる。外側白くて中黒いやつ、あれでしょ、なんかちゃんと内側に日光を遮断するような生地が入ってるやつですよ。でしょ、買ってる買ってる。でもなんか日傘ささなくない？結局刺さなくないっていうか、僕が結局刺さないんだよね。なんかもう、なんて言うんだろう、傘を持って外に出るの嫌ってなって、結局ずっとお家にあります。親に送った日傘の内側がファンがついてるやつ、相当評判良かった。何それ、すごいの出てるね。あれ、あのさ、ジャケットにファンがついてるバージョンの日傘、一瞬何にでもファンつければいいって思っちゃうぞって思ったけど、評判良かったってことはちゃんと機能してるんだね。素晴らしい。
4キロで2000円ぐらい取られたんですけど、これって高いですか？わかんない。4キロで2000円高いの？なんか前一番タクシーで高かったのがあれでした。都内でその仕事の食事会があって、で帰りタクシー乗っけてもらったんですけど、乗っけてもらってどうやってかねで帰ったんだけど、本出してくれって言うから、そしたら千葉まで2万円弱ぐらい、2万円ぐらいかかったのかな。さすがに高いなって思ったね。もう泊まって帰った方が安いじゃんって思ったのを覚えています。でもハンディ扇風機とかモーションの時使うの良くないってきますけど、ああ暑い感じ？猛暑日にハンディファン使うと熱風を加えて熱中症になるらしいです。ああ暑そう。じゃあ暑い時どうしてるだろう。まあ、なるべく日陰は本当に歩くだよね。なんか昔小学生の時とかにやったようなゲームでみたいな感じ。もうカーも出ないだよね。まあ、出ないが最強なのは分かってるんだけど、どうしても仕事とかでね出なきゃいけないときは、仕事で出なきゃいけないときどうしてるだろう。気合い、交通費で2万ゲーミングホールには買えるぐらいやん。いやそうなんですよ。なんかだから大きい企業さんってすごいなって思った。酔っ払おうと思って、まあ、甘えましたね、シンプルに。でも本当に猛暑終わってくれるの助かる。今年も乗り切れた。なんかやっぱりさ、普段出ないから余計急に出た時さ、なんて言うんだろう、本当に倒れるんじゃないって錯覚が起きるんだよね。あまりに普段生活してる気温と違いすぎて。
皆さんもどうかお気をつけて。もう少しでね、涼しくなるってこと、なるとのことなんで。座して待とう。本当に、本当に座して待とう。座って待とう。汗かきだから内側から冷やすための氷たっぷり、内側から冷やすために氷たっぷり詰めて水筒も、ああなるほどね。開けて2秒で腹筋わかるよ。開けて 2秒で帰りたいって言うもんね。僕も一緒、玄関すぐそこなのに帰りたいって言い始めるよね。黒い服なんで黒しか着ないんですが、もう守備は丈夫です。それはわかる、僕も黒好きだからね。九州医師熱いなってなるよね。今年の反省はあれだった、パンパンを全部捨ててきたから、マジで猛暑日の長ズボンほんと暑いと思った。の引っ越しの際にね、やっぱ半パンいる。日本特に風は深いのまた立ち悪い。あーそっか、そうだね。あとやっぱり東京暑くない？なんかめっちゃ暑いんだけど、千葉より多分暑い。アーフパンツは足の毛剃るのがめんどくさくなって履かなくなったな。あんまり気にしないな。多分もうあれだよね、気分で火生やしたら生やさなかったりするから、なんたってナイスミドルになりたいからね。足の毛とかはもう気にしないな。I forgive the pain you gave to me.
なんかもうむしろ今ぐらいの年が一番悩ましいかもしれない。なんかもう月って白髪とかになりたい。日本人って知らん、人によるか。似合う人と似合わない人結構真っ二つになりそうだよね。動画を出し、金髪に染めたら解決ちょっときついな。銀は僕黒髪が割と好きだから、あんまり変えたくはないんだよね。なんかて銀じゃないよね多分。あれなんだろう、あれ白だよねやっぱり、白髪って。でブリーチってしたら白くなるの？あれしたことないんだよねブリーチ。そこまで色抜いたことない。金っぽくなるんだ。やっぱ自然と白くなるの。またそれまでは黒でいるよ。なんかもうあんまり髪染めたいとか思わないし、今はね。学生の頃ぐらいかな最後に染めたの。頭皮にダメージが大きいって聞いてくれてる。はい、いけた。黒でいいよ。黒が一番よ。
3色系に染めようとしてるんですが、最低でも3回ブリーチしなきゃいけないんですよ。値段的にはダメージ的みたいです。ああ、まあそうだよね。結構カラーってお金かかるよね。ちゃんとしたところでやろうとしたら。あけでもマッチョになればかっこいい。諸説あるよ。
や、わかる。オーラは違うね。常人のオーラはしてない。目立ちそう。街歩けない芸能人だね。それで言うと、僕はうっちゃんが好きです。うっちゃんなっちゃんのね、街歩いてても声かけられないっていううっちゃんが好き。親しみがある。優しさの鬼と呼ばれてる、あのうっちゃん。多分年取ったからなんだろうけど、なんかまあ最近はね、前も言ったかもだけど、優しい笑いが好きなんだよ。うっちゃんとかサマーズとかね。僕関西出身なのに、最近関西の周りお笑いあんまり見てないもん。面白いけどね、見たら面白いけど、最近見てない。サンドイッチマンは見た目優しいのにオフの話聞くのがほっこりする。サンドイッチマン僕もめっちゃ好きよ。いいよね。いや、なんかだって伊達さんちょっと悪ぶったビジュアルしてんのに、なんか全然悪そうに見えない。面白いよね。金の短髪と、なんかちょっときつめのメガネみたいな。ビジュアルの要所だけ聞いたら、で、ね、ちょっと太ってて、目も細めでみたいな。要所だけ聞いたら、完全に悪人の要素しか集まってないのに、ビジュアル見たら優しそうな化身だもんね。伊達ボケ会がマジで好きすぎる。なんだろう、僕も YouTube ぐらいしか見てないからあれだけど、 YouTube とかコント番組とか、あのさ、あれ伝わる？葬儀屋さんの話わかるかな？何枚だってやつ、あれめっちゃ好き。知ってる？あれめっちゃおもろいよね。不謹慎だろうがよって。その通りなんだけど、めっちゃ笑ってしまうよ。でも YouTube とかでも探さば出てくるんじゃないかな。見てない人はぜひ見て。
キしたけど、マンミキよね、あるね、あるね、懐かしいね。あのコンドームだってもう結構前だよね。それこそもう2000年代とかなんじゃない？ 2010 年ですらないよね、多分ね。小粒ってなんだっけ。エンタの神様らへんだから2009年。エンタの神様ってエンタの神様って今特番になってるんだっけ。でも懐かしいね、エンタの神様好きだったよ。今ってネタ番組あんまりないのかな。もう今っていうかしばらくうちにテレビがないからさ、わかんないんだよね。今ってなんかやってる？あのこれ系ネタ番組？みんなテレビ見てなくて草？月曜かね、ふかし最近見てないな。ちょっと前まで見てた。でもバラエティを見る期間と見ない期間ががっつり分かれてて、今あんまり見てない期間なんだよね。だいたい見るとき Hulu で見てるから、月曜から夜更かし、イッテ Q、 有吉の壁かな。月曜から夜更かしさ、あの映画好き、なんだっけ、あれ？フェフ姉さん。フェフ姉さんのボクシング界とか好きだよ。なんかあれ本筋ではないんだろうけど、普通に泣いちゃう。F 姉さんまだ出てるくない？個人的に F 姉さんの回かなり熱いんだけど、あれかな、昔の F 姉さんとは違うから微妙なのかな。
今なんかめっちゃ頑張ってるよね、ボクシングね。テレビ見なくなったからフェフネーズの響きそのまま懐かしい。そんなあなたにプール。僕もなんか本当に純粋なテレビだけで言うとあれだね。実家帰った時しか見ないね、テレビは。サブスクだけだね、今見てるの。うん。プロフェッショナルのが好きだよ。吸っとる。すいません、少しだけ離席します。
みません、戻りました。これ直しよ。
ペンタブのペン先ってどれくらいで交換してますか？どれくらいだろう。あんまり1ヶ月とか2週間とかそういう風には見てなくて、なんかさ、ペン先って昔ステンレス使ってたけど最近普通のペン先に戻してて、なんか使ってたらさ、ペン先なんていうの、削れるじゃん。なんていうんだ、わかる？なんかこうなってるのがさ、こんな感じになるでしょ、ペン先使ったら。こうなったら、で、こうなって書きづらいなってなったら書いてる。すごくざっくりしたあれだけど、サイドのフェルトみたいなのと黒いプラスチックなのどっちなんですか？僕はプラスチックですね。こっちの書き味の方が好き。もう好みだからね。なんかフェルトの方が書きやすいって人もいるだろうし、そうそう、はさけないみたいになって書きづらいなってなったら変えてますね。なんかいろいろ試してみたんだけど、なんか結局一番普通のやつに落ち着きましたね。でもそれぞれ期間長かったですよ。なんかさ、スプリングが仕込んであるペン先もあるじゃん、このワコムの多分公式のやつ。あれとかも一時期ずっと使ってたし、それこそさっき言ったステンレス芯ももう何年か使ってて、今なんかまたデフォルトに帰ってきたって感じですね。今書きづらいのかどうかすらわかんないってことは、まだ変えなくていいかな、じゃないですか？なんか、別に、ね。だって、ずっと使えるならそれに越したことなくない？こんなもんかね。キス、ありがとうございます。というわけで、キリのいいところまでかけたので、今日はこの辺りで終わろうかと思います。お付き合いいただきありがとうございました。お疲れ様でした。
失礼。お疲れ様でした。すいません、それでは。失礼します。お疲れ様です。